どうも、こんばんは、NM です。さあ今回は復刻した特徴のない実力者の、特急をやっていきたいと思います。ちょっとね長めの動画にしようかと思って、考えたんですけど、最初ひなみサンドで行ってね、後で、前々回かな引き当てた断罪有馬使ってね、同じく攻略していきたいと思います。まあその後ちょっと24区の方をチラチラっとねやってもいいし、まあ、ね、最初だからな、別に動画にしなくてもいいかな。24区はまた配信かなんかでやりますね。このイベントですか、復刻したんですけど、前回動画にはしてなかったのかな、多分してませんでしたね、おそらく。もしかしたらしてたかも。ハイヤーマインドはねしたような気がするんですよね。あら倒せなかったか。確か久しぶりなんでね、なごみをフル覚醒させてなかったことに、さっきボックス見て気づいて、あと1本足りなかったですね。まあ、前回これで足りるだろうと思ってね、多分10本しか集めてなくて、覚醒させるには11本必要なんですよ。多分10本でいいやって、ね、多分終わらして、最後1本足りてなかったですね。ちょっとバカなことをしてるんですけど、アモン君を倒したいのかな。結構硬いですね。あ、まあ言うて振り属性。あ、スキル使っちゃう、まあいいか。どうしよっかな。あ、全然硬くねえわ。まあ普通にオートで回せるのかなこれは。ただなんか取り巻きを倒すと平子が強くなるみたいな、だからそこの範囲スキルの打ち方がねオートにしちゃうと平子入っちゃわない場合もあるんじゃないかな。それだとちょっと面倒。はい、アモンを倒したら進むんだろうか。まあ、勝利条件とかはね超級じゃない限り多分見ることはないと思うんで、特急程度では。適当にやりすぎたな。有馬のクイーン系何でいこうかな。ヒット数で上がるつうから、まあ射撃、言うてなんか射撃あんま使う気にならないから、ずっと黒岩スペシャルで断罪スペシャルつってやってんだけど、まあ安心と信頼のひなみサンドですね。まあ、次はスキルって終わりかな。多分乱入ってあったんだっけ、これって確かあったような気がするけど、これで終わりなのかちょっと確認しましょうね。ああ終わりですね。勝利条件すべての敵を討伐か。まあ、とりあえず先に平子からやっちゃいますか。今平子の属性何だったんだろう。あ、思い出した。これなんか若干めんどくさかったんだよね、これ周りのねやつが。思い出したわ。そうだ、ちょっと苦労した記憶がある。まあ今となっちゃひなみちゃんが思う存分活躍してくれるからさ。はい。懐かしいな、これ確か前回あれでやってたんだよね、ひなみ当てる前、ひなみ当てた後かな、ひなみ当てる前だと思うんですけど、圧倒金木でね一生懸命にやってた覚えがあるんですけど、懐かしいですねあの頃。まだねやっぱりリセマラから始めた圧倒金木くんはねどうしても売る気になれなくて、フル覚醒させてるんですけど、まだまだボックスのね彩ってくれてますね。圧倒金木のイラストほんと好きなんだよな、あのプレスするときのさ、ヤモリ水道橋。
まあ平子さえ倒してしまえば、あれこれここあー入れるね。いもういいんだがさっさとこのザゴどもを倒したい。えっていうかさ、っていうかさ、ああこれあれじゃない、スーツ姿じゃない、クラモスさん、クラモスさんのあったっけ、あれだよね、あれってスーツ使ってないからさ、あのイベントのさ糸が来た時のあれってバトルカラーはあれなんだろうか、スーツなんだろうか、ちょっと売っちゃって申し訳ないが売っちゃ、あスーツだね多分、このあれだったよね、クラモスさんだったよね確か、うん、スーツだわ。死なないんかーい、めんどくせえぞ平子、これなごみ落ちたら平子のね、なごみさんをフル覚醒にしていきたいんですけど、落ちなかったらもう嗅覚っていうちょっと中途半端なままにいっちゃうんで、あんま良くないですね。結果な、捜査官使うの本当にまだ片手で数えるぐらいしか、断罪当たってから天才をね覗きに行ったぐらいなんですけど、天才5ターンキルできるんですよね断罪くんだと。あれもびっくりした本当に。ああ断罪くんだとね、あの強靭なフクロウが強っ、強い強い強い、十三角って強いですね。よろしく。待って、今なごみ手に入ってたっけ、ちょっと待ってくださいね。今なごみくんが手に入ってないかな、ないですね。落ちなかったということで、申し訳ないが嗅覚のまま行かせてもらいます。あんまねクイーン系の組み合わせとかまで全然理解できてないんで、ちょっと待って、さっきのカタが出てきてほしいんだが、せっかくだから断罪断罪で行きたいじゃないですか、ね、この作業カットするかもしれない、カット、あまあいいか互角でも。よろしく。じゃあまあ使うのは初めてになるんですけど、クインケはハイヤーマインドか、ちょっと待って、ハイヤーマインドはさすがにさまだ俺には使いこなせねえわ、どうせならナルカミ、ナルカミ、ああま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 あって感じだな、ナルカミもそこまで強くないって聞いたんだが、ごめん全然知識ないから。よろしく。ナルカミだ、積んでやる。ナルカミもねそこまでなんか微妙って、まだ無敗の方がいいみたいな、本領はなんか射撃ナルカミが出てからみたいなね。さあ始めよう。ウイさんさ、俺 UR 来るかなと思ってたらまさかの SSR プラス、本当に引き当てれねえわ。強い強いっすね捜査官のこの水色の枠な。置いてもらおう。ああお子ちゃまだからオレンジジュース飲んでる。平子、まあこれどうせ届かないよね。うん。さあ始めよう。さあ始めよう。うわギリ届くのかこれ、ギリ届くけどこっちから入れた方がこんな感じかな。うわ当たんなかった、当たんなかった、下手すぎない今の連携狙ったんだけど。乱入ってどこで乱入してくるんだろう、ラストにアモンが入るのかな、わかんない、覚えてない全然。平子か、どっかに平子入ってくるのかな。さあ始めよう。
ガラーキいやー、この長距離マラソンは多分そんなヒット数狙えない、うん、まあスキル貯めてると思えばいいんじゃないかな。鳴る神は確かフレンドさんの鳴る神あれだろう、難角だろうか、範囲攻撃まで持っていかせたいな。ちょっとね、捜査官処女なんでね、今回初ですよ、申し訳ないが。さあよし始めよう。あ、こっちじゃねえわ、こっちか。はい、おしまい。でラストの面ということで、始めよう。どうしようかな、これ反射減ったくそだからな、ここ。どうするのがいいんだろうか。ここはあれか、もう素直にこっちに入れちゃうのがいいのかな。うまくはまってくんないかな、ここで。いいぞいいぞ、いいですね、強い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 、バケモノみたいに強い。600万よっしゃ、ゴニル700万でいったんだけど、強すぎる。この一撃耐えられるか、この一撃耐えられるか。でもね、ちょっと取り巻きを倒しすぎちゃうと平子さんがブチ切れちゃうので、先に平子を倒すのがここは先決なんだな。遊んでる場合じゃない。しかし強い、しかし強い。さあ始めよう。いやー届かねえのか、ちょっと怖いから。そこだ。ああ弱点属性、弱点属性じゃないわ、不利属性か。あ、でも鳴神の範囲攻撃が当たったんだよ。この速度ダウンがさ、あの俺の方の断罪に当たんなくてよかったわ。あ、まだ範囲じゃない。いやどうしようかな、倒すか。向こうに行ってなんか当てる気配しないしな、ここで確実に一匹倒してっていう挑戦に出ちゃう。やべ、しくった。あ、倒したからいいわ。もっと若干ね、奥に行くべきなんだよね。矢印の見えてるとこよりかはなんか手前に当たっちゃうからね、若干奥に行くべきなんだろう。この一撃耐えられるか、自分自身のさ強化めちゃくちゃ強くなっていく。あ、待って、あ、これ範囲攻撃じゃないの、しくった、マジで。完全に範囲だと思って、これ味方にかけるやつね。こうやって説明を読まないやつは、あ、これでもこれ、あ、なんかこれ速度下がってんのか今。生徒始めよう。鳴神さんどうしようかな。鳴神さんこんな感じ、こんな感じどうすか。そこで、おお、いい、あーと一発。あ、でも範囲で死ぬか、よかった。これ取り巻きを先全部倒すとどうなっちゃうんだろうか。さあ始めよう。ブン、かっけえ。鳴神がキラーンってなるのがかっこいいよね。さてさて、こんな感じかな。あー当たんない。下手くそかな。これからまだまだ出番増えていくと思うんで、断罪くんの。せっかくね引き当てたんだから、たまにはちょっとひなみちゃんも
お休みさせてあげないと。団子ひなみ引けなかったのがちょっとね、だいぶショックではある。俺的に引けると思った。甘かったね、うん、お月見のキャラ一人も引けないっていう。そこだ、そろそろ良くないかね。その微妙な位置にいられるとこっちもさやりにくいわ。壁役に行った方が良かったんだろうか。これあれじゃね、鳴る神に当てた方がよくね。いいぞ、水道橋に手こずるって。もう話のネタももうなくなってきたんだが、そろそろ終わらせてくれないですかね、水道橋さん。そこ当たらないのかい。こいつがさ射撃だから貫通して向こうまで行ってくんないのがちょっとめんどくさいね。そこだ、いいぞいいぞ。あーもうあと一発、平子で行くでしょ。平子で鳴神に当てれば行くでしょ。うわこれ当たらないやつ。強えな、10万か。まあまあ普通だ。ということで、ね、今回はひなみサンドと、前回引き当てた断罪有馬くんの初陣でした。名古屋落ちねえな。ということでね、お疲れ様でした。また、24区とかね配信でやると今晩やるかな、ちょっと分かんないですけど、よかったらチェックしてみてください。お疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。